長はやっていない、実況してない、しかも自分でもプレイそんなにしてないゲームを見つけたのでやっていきたいと思います。最近キャラクターってものにハマっていて、ドラえもんの鉄人兵団っていう作品のピッポってものが、まあ今気に入っていて、でも他にも好きなキャラクターいるんですよ。あ、ピッポってどこです実際に。絵に描きました。結構多分似てると思います。もともと自分は絵が下手なので、似てると言ってくれたら嬉しいです。で、他にも好きなキャラクターがいるんですが、まあここに映っているキャラクターではありません。ではやっていきたいと思います。私は好きなキャラクターをの QR コードを手に入れました。好きなキャラクターは最近入ったばっかで、あれ買ったっけ、好きだからすぐ買ったっけ、あれわかんないですね、ごめんなさい。なんかちょっと牛から怒られてる。あれ、フラワッチ。あ？あ、ごめんなさい。もう全くもう1年以上やってないんでわからないんですよ。どこに入れたっけな、いないのかな、違う。まあちょっと前好き、昔だいぶ昔に好きだったようなキャラクターを入れてて、一番好きなキャラクターどこに入れたかな、入れてない。もしくは今 QR コード準備してるんですけど、やっぱり準備をしてないのかな。もし買ってたらもう実況つまんないかもしれませんけど、あれないですね。どこでしたっけ、マイルームですか、好きだから。あれ違う、マイルームでもない。あ、買っていない。バルコニー、違うな、どこに置いたんだ、トイレはないだろう、広いってかさっき見たな、トイレ。いや、君をトイレに置いたのはちょっとごめんね、かわいそうだったよ。玄関で迎えてくれるのかな、そんなにやったのが良かったっけ、俺。いや、ちげえな。どこにあったっけ。ため息ついてました。つまんないといけないんで。これわかりますか、これ誰か知ってますか、カフカのベッドだね。なんでここにいるんだろう。 QR コードは QR コードあ、ちょっとか、ごめんなさい。
まあ、ミュージックでも聴いて眺めててほしいです。へい、うわ、ハテナにされた。むあ、無職だ俺、無職で寝込むわ。あ、暗号っていうものがあるんですね。まあ、あれ、ごめんなさい。え、ごめんなさい。あ、まあ、これパスワードはこれです。で、まあ好きなキャラクターですね。まあ、まあこうやって行きたいんですけど、なんだろう、ひどいですね。じゃあどうして行きたいかな。まあ、おねんね、手伝いに出てくるのかな。お前か、最悪。あ、ごめん、あ、ごめんなさい、全く知ってない。今ね、みんな知ってるか知る。あ、ゴミ出しお願いって言われた。ちょっとゴミ出ししたいな。いいよ。おい、なぜ派生。あ、そうそう、これさっきね、おねんねで寝てたのがこいつです。どうすればいいんでしょう、どうすればいいんだろう。あー、もうどうしようかな。名前でもいいよね、ピアニッチ。うん、これなんて言った。わかんない、わからないよ、わからない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 。ちょっと待った、あ、ごめん。ピアニッチオ、ピアニッチオ、大丈夫かよ。そう、なんでベッドルームに置いたんだろう。どこに置こうかな。やっぱマイルームだろ。マイルームって多分俺の部屋のことだと思うから、真ん中でも行ってほしいな。うん、どうしよう。決定。はい。部屋専用の鍵やな。段ボールが置いてあるっていうのがマジムカつく。ゴミ置きは遠い。うん、
どうやったらこれ綺麗になる？掃除お願い。さっきがミュージックかけてるのはやっぱりあれ、これの音楽そんなないんで、まあ理由的に盛り上げたいだけなんですけど、まあちょっと新バージョンですね。ピアニッチって言うんですけど、どれが好きかな？ピアニッチの部屋を専用的に作りたい。今気づいた、これ金ねえじゃん。ダメだ、モテるにはまだ早かったらしい。ごめんなさい。ガーン、はあ、ショックだ。なんていうショックだ。なんだ、歌の練習か。じゃあ、お手伝いに行くか。あ、前の実況からボイパやこれ指鳴らしたりするのを練習しました。じゃあまずキッチンで、お料理、ペンはその辺にあった水性ペンでした。なんでこの曲って思う人もいそうですけど、なんとなく適当です。今日カレーライス、皆さんカレーライスってさ、どの材料使うの？玉ねぎ、じゃがいも、 OK。じゃがいも、なんかいいかも、そして考え、あ、リズムに合わない。リズムだった、リズムだった。メニューはカレーライス。こんなのだったらカレールーですよね。これが一番見やすいです。そういうこと。
この状況ちょっとおかしいですかね。あと何が必要ですか。あと何が必要ですかね。あ、人参ですか。これ折ったらちょっと金稼ぎたいですね。え、もうある？ないっすよね。ちょい、おい、おい、終わりたいと思います。あ、やだ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 、怖い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 。あ、カレーライス。乱暴やの。美味しそうだね。でもです。え？なんだろう。400円ゲッツか。これでゲッツ買える？買えないかな。あ、お前はや、お前来た、お前来た。ごめんなさい。お前残念ながら来た。誰？あ、玄関。玄関見ろって意味？それにしてもどうしよう。勝手に彼女にしちゃいけないじゃん。ひどいな。で、金を貯めたいですね。お年齢でね、ピアニッチが寝てくれてると嬉しいんですけど、なかなかうまくいかないもんですよ。お前またかよ。ちょっと待って、あ、ごめん、フラワッチ。あの、さっき通りに出てきたあのピンクの。出るまでちょっとレンズしていきましょう。おー、これ、また、こいつ猿だ。食つまんないっすね。なんか入れたいと思います。では、どうぞ。はぁ、実況プレイヤーだ。これじゃミュージックプレイヤー。トイレ。ピアニッチのトイレ。どういう感じだろう。あ、そういう感じか。ごめんなさい、何やってるか分かんないと思いますけど、これトイレ掃除っす。お前かい！お前。お前だったのがとっても辛いよ。お前だったのがすっげえ辛い。まあいいや、金が稼げた。あ、そうだ、さっきやった料理。
料理で探せるかも。今日の実況プレイはこれで終わりにしたいと思います。まあこんな時間になっちゃった。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。また次回もこの実況プレイやっていきたいと思います。ではさよなら。